浜松インターチェンジは、静岡県浜松市東区の東名高速道路上にあるインターチェンジ。浜松市街、道市浜北区、天竜区の最寄りインターチェンジである。かつて一般道と料金所の接続道路は、信号による交差点であったが、平成に入ってからランプウェイができ、止まることなく流入でできる。インターチェンジ周辺であることから運送会社や、 倉庫会社の拠点が多く、住宅は少ない。なお、静岡方面から豊橋、厚見半島方面へは、豊川インターチェンジ利用よりも浜松 IC 国道1号、国道23号、国道42号経由の方が早くつける場合がある。e 一東名高速道路岩田インターチェンジ、遠州トヨタ PA、スマート IC 浜松 i c 三方原 PA。 スマート IC 浜松西インターチェンジ以前の本線出口標識の表記は、上り線は岩田インターチェンジ開通までは浜松岩田、下り線は1980年代中期頃までは浜松前坂であった。浜松インター駐車場は、遠州鉄道及び共同運行会社が運行する都市間高速バスのバス停留所である。 浜松市東区白鳥町に位置し、浜松 IC 南東の東区役所や、総合産業展示館の東側に所在する。パークライド対応で、バス停、待合室に隣接する第一駐車場とその南方にある第二駐車場が存在している。両方とも予約制で、最大10日間の利用が可能。浜松 IC 駐車場、浜松 IC 駐車場、透明枝もよりバス停は、 エ鉄バス78高場の線の産業展示館バス停もしくは産業展示館東バス停となる。浜松インターバスストップは浜松市東区流通元町の静岡県道65号浜松環状線上に所在するバス停留所である。東京駅からの距離は 246.1km。2006年12月15日に開設された。旅客案内場では 浜松インターと呼ばれる。透明ハイウェイバスと夜行便のドリーム静岡、浜松号、京阪神ドリーム、静岡号が停車する。東京、関西方面へは乗車のみ、浜松駅行きと京阪神ドリーム、静岡号の静岡駅行きは校舎のみ取り扱う。到底、留所から乗車する場合は予約できる。前述した浜松インター駐車場とは場所が異なる上、 パークライドにも対応していない。括弧内の停留所との利用はできない。ありがとうございます。